平野紫陽、27歳の誕生日にファンに贈る新プロジェクトが話題沸騰。火曜ドラマ、TBS が誇る過去5年間の名作トップ10が発表され、注目の1位に輝いたのは、花のち晴れ花男、ネクストシーズン。この作品は、観音洋子の、花より男子の新シリーズとして展開され、痛快な青春ラブコメディーとして視聴者に愛されました。主演の杉崎花、平野ノシ中川大志、今田美桜。 イートヨマリエなど、豪華なキャスト陣が魅力を演出しました。このドラマが連載されたのは2018年で、その年のトップ10には堂々と4414票を獲得し、33.9%の支持を得ていました。平野史業は、俳優としてだけでなく、歌手としても幅広く活躍するマルチな才能の持ち主です。彼の演技力が、花のち晴れや男、ネクストシーズンにおいて特に輝いていたことは、 ファンにとっても朗報となりました。平野紫陽は27歳の誕生日に、この作品が最優秀賞を受賞したことを知り、喜びと誇りに満ちていることでしょう。そして、第2位に輝いた、恋は続くよどこまでもは、炎上寺巻の同盟漫画を原作とした感動的なラブストーリーです。病院を舞台に描かれたこの作品は、上白石萌や史洋と佐藤健による演技が光り、恋続、ブームを引き起こしました。 視聴者は毎回のように心を打たれる甘いシーンに引き込まれ、その結果、2805票、21.5%の支持を得ました。第3位の、おう、マイモス。恋は別冊でも、上白石もやしおんの主演により、七尾、玉森優太、キスマイフット2、マミヤ翔太郎らが共演したお仕事ラブコメディーとして人気を博しました。田辺茂則によるオリジナル脚本が愛と夢を描き、視聴者たちに、 ボスコイとして親しまれました。投票では1643秒、12.6%の支持を受けています。これにより、火曜ドラマのトップ10は豊かなジャンルとキャスト陣の多様性が光るものとなりました。平野の仕様の成功や感動的なラブストーリーの人気は、視聴者に新たな感動と興奮をもたらし、火曜ドラマの歴史に輝かしい1ページを刻んでいます。